こんばんは。今日は予定通り8時に開始します。でですね、今日はゲストというか、一緒にインスタライブをやってくれるヨッシーがいるんですが、気づいてくれてるかな。入ってくれるかな。ヨッシーはですね、今11月24日あ、来た来た、ちょっと待ってください。あれ、いける、いけない、違うの、ね、よし、よかった。あ、お疲れ様です。ちゃんと無事入れました。よかったです。ありがとうございます。お願いします。今日はありがとうございます。一緒に、あ、いえいえ、いつもインスタライブをされてたんで。ありがとうございます。なんかゲストが入ったりとかしたら面白いんじゃないかなと。めちゃくちゃ嬉しいです。見上げていただいてありがとうございます。ヨッシーはですね、今11月24日のイベントのマイヒーローヒロインの絵をこう募集して、それをこう当日コラージュして1枚の絵にするっていうのを一緒にやっているコアメンバーの一人です。ヨッシーと知り合ったのはだいぶ前ですけど、すごい変わりましたよね。今ちょっと思い出してたんだけど。そうですよね、最初がどこかあんまり覚えてないですけど、最初何ですかね。最初同じ1124のイベントの時ですね。それが一番最初ですね、私は会ったのは。私も下関。そう。海峡メッセ。海峡メッセ。あの時が最初でしたね。そっか、あそこが最初か。うん。そっか。あれから考えると、で、私はこのヨッシーの作品をですね、覚えてありがとうございます。覚えせてもらってですね、これがめちゃくちゃいいんですよ。リビングにずっと置いてるんですけど。ああ、嬉しい。この予定不調和にできた作品、素晴らしいと思って。眺めています。いや、嬉しい。それは本当にめちゃめちゃ予定不調和でできたやつなんで、うん、そうね、本当に偶然の産物、ね、偶然の産物ってすごくないですか。これが偶然の産物ってすごくないです。そう、すごいね。そう、好きなんですよ。この色も大好きなんですけど、この作品自体めちゃくちゃ好きで、本当に初期の作品ですよね。そうですね、もうたくさん作品作られてますもんね、うん、そう、結構ありますけど、本当にそれは初めて少しぐらいのやつだけど、うんうん、多分すごく最初のやつはやっぱりめちゃめちゃいいですね。うん、雑念なく。雑念なく。うん、うん。まあ、続けてるといろいろあるんですかね、わかんないけど。でも、今、ヒーロー、マイヒーローヒロインの絵をちょっと、みんなで描く回とかを一緒にやらせてもらって、あ、よし、今日は山梨ですか？あ、今日、山梨、昨日山梨に大阪から戻ってきました。あ、そうなんですね。大阪行ってたんですね。はい、大阪をワークショップで大阪行ってて、うん、すごく良かった。他の人もなんか参加者がノートを書いてくれたりとかしてて、あと、そうそう、なんか面白かったです。いろんなとこ行ってますね。いろんなとこ行ってます。ここも今はもう変わってるしね、うん、前の、そう、ね、さっきなんか、マイヒーローヒロインの絵を、まあ、今募集してるんですけど、なんか、絵を描くって、結構敷居が高い人も
やっぱりいるんじゃないかなっていうのも、まあ私自身ちょっと身構えちゃうところがあって、この間、黙々と学会を、青浦さんとも一緒にやったじゃないですか。うん、やりました。どうでしたか？黙々と各界、僕は参加初めてだったんで、どんな感じになるんだろうなと思って入ったんですけど、うん、本当なんか、みんなで話しながら、なんか、静かにしなきゃいけないっていうわけでもなくて、うんうん、なんかこう気づいたことは口にしたり、うん、これどう思うとかって聞きながら、なんか自分の思う、まあ、ヒーローの絵とか、ヒーローだった絵とか、うん、その仙台にちなんだもののなんか絵とかを描く時間が結構心地よかったですけどね。ねうん、そうですよね。すごいなんかあの時間って心地いいですよね。うん、そう、心地よかった、うん。そうなんですよ。私もすごい心地よくて、なんかこう、ちょっとこうつぶやいたことにも、ね、なんか返してもらえたりとか、ちょっとどうかなって思ったのは、うんうん、目描いて見たらいいんじゃないとか言ってもらったりとか、うんうんうん、でみんなの作品もなんかこう面白くって、うんうん、人それぞれで黙々と、うん、黙々としてるんだけど黙々としてないそう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 、うん、あれがいいんですよね。ね、うん、すごい、うん、いいなんかすごく絵を描く、絵を実際にね、ペンとかで描く人もいたり、うん、なんかいろんなものを使って、切り絵みたいな感じする人もいたりとか、うんうん、そう。僕はなんか、AI で描きたいなと思って。そうですね。AI もびっくりしました。あれもいいですよね。そうそう。伊達にゃさむねか。伊達にゃさむね。かわいい。伊達にゃさむね結構かわいくて。そう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 。あれも良かった。だんだんね、進化していって、そうそう。なんか周りの人の話からどん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 進化していって、そう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 。最初ね、うん、猫に鎧着せてみたら面白そうと思って、着せたら、うん、僕は伊達政宗とか全然考えてなかったんですよ。うんうんうん、全然、そんなこと全く考えてなくて、うん、そしたら、あ、仙台伊達政宗だよね、みたいな話になってきたんで、うんうんうん、あ、伊達政宗かと思ってそっちに寄せていったり、うん、月の形は違うよこうだよとか右の方が高いんだよとか、うん、眼帯してるよとか、うん、なんかそんなことを教えてもらいながら、あ、そっかそっかそっかって、うん、作っていきながらみたいな感じだったんで、うん、そうめっちゃ面白かった、うんうん、なんかね、みんなのこの話からなんかいろんなこう影響を受けながらどんどん変わって、うん、面白くなっていくその様子がすごい楽しく、うん、私もそう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 、なんかみんなのを取り入れていって、うんうん、みんなのアイディアを取り入れていってそれがなんか気づいたらみんなのヒーローになってるみたいなそんな感じでしたね本当にね、うんうんうん、あそこにいた、うんうん、みんなのヒーローになってたような気がします。そう。そうそう、ね。そんな感じがして、うん、すごい面白かったなぁと思って、うん。そういう書き方も面白いですよね。うんうんうん。なんか、全然固執することなく。うん。うん。なんかヨッシーにとっては絵を描くってどんな感じなんですか？絵を描くですか？絵を描く。絵を描くは、そうですね。結構、まあ、写真で何か作ったりとかするのも同じだと思うんですけど、うん、なんだろうな。でも、自分の作りたい世界観を表現するみたいな感じですかね。それとかなんか、こうなったらいいよねを、表現するとか、うん、なんか思いついたこととか、を表現するとか、うん、
なんかそんな感じかな。うん。そっか。なんか、そう、私は結構、絵を描くって結構こう構えちゃうところがあるから、うんうん、なんか、みんな、こう、結構こう、サラサラっと描く人もいるじゃないですか。います、います。うん、ああいう人が、やっぱすごいなと思って、でもなんか自分がそう何だったら描けるかなって思った時になんかもう形で表しちゃえみたいなもうあの細かいところは描けないからもうそこは諦めて、うん、イメージだけで形で表しちゃえみたいなのをやるようになってすごい楽になった気がします。ああ、でもそうだと思う。サラサラって書く人は最初なんかイメージないんだと思います。なんか出てきたもののままに書いていって、うん、最後こういう形になったよみたいな。へえ、そっか。うん、形で表し、そう、だから形っていうものにとらわれがないんだと思います。そうか、そう、形は後からでもいけようにもなるなぐらいの心持ちなんだと思うんですよ。じゃあ出てきたものを書いてたらなんかなっちゃったみたいな感じ。そう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 。それもいい、それいいですね。そうそう、出てきたものが自分の形っていう感じ。あ、そうなんだ。そうか、面白い。それもちょっとそれで書いてみようかな。じゃあ、そうですね。うんうん。そしたらなんか別に何もこううまくいかなかったってことないじゃないですか。ああ、確かにそうですね。形あるものを写し取るっていう工程だったら、うん、その理想と現実のギャップができるんだけど、うんうんうん、そう、出てきてこうできたものが形なんだったら、なるほど。そっか。うん。いや、めちゃくちゃそれ私の感覚にいなかったのでちょっとやってみます。それで面白い、うんうんうん、なんかそんな感じがする。なんか体の中とかも例えばなんだろう、難しいですよね。この自分の体をなんかこう、うん、あの例えば錬金術でこの元素と元素と元素を集めたら、うん、体はできているんだよって言われて、うんうん、それを持ってきても体ってできないじゃないですか。うん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 。でも僕らのこの生まれてきて46億年ぐらいの中で、うん、あの気づいたらこうなってたって形だと思うんですよ、僕らの体って。うんうん。そう、だから知らない間に、なんだろうな、シアノバクテリアとかがなんかこう酸素出してとか、なんかで酸素が充満されてとか、うん、で植物の世界になって、うん、で植物の世界になった後に昆虫が出てきて、うんで、昆虫の後になんかこう、すごく大量、バーンってモンスターがいっぱい出て、みたいな。うん、ああなっていく中で、僕らみたいなのにこう、系統だって、の端っこに僕らはいる、みたいな感じだけだから、うんうんうん、そう。今を観測してると、僕らって、なんだろうな、元素なんかでできてるような感じに見えるけど、うん、僕らって枝葉の先端って考えると、うん、たまたまできているって考えた方が、うん、あの正しいじゃないですか、うんうんうん、そうですね。だからそんなもんなと一緒って感じ絵は、うん、それちょっと私の中でめっちゃ新鮮な話なんですけど、そうか、そんなもんなんだと思う。だから僕ら作ろうと思ってできたというよりは結果ここに立っているっていうことなんだと僕は思うんですけど、うん、そうだから、うん、また46億年経った後は僕はここに立ってないかもしれないじゃないですか、うんうん、に違うものとしている、うんうん、それが普通なのかなみたいな。そうか、なんかそうそう、ついこうね上手に描かなきゃとかなんか あんな風に描きたいみたいなのがちょっとこう先走っちゃうことがあるんだけど、もうそういうのと全く違うってことね。うんうん、だから僕はそれが多様性の本質だなと思ってて、うんうん、
形が違うのはだからだよねみたいな。形が違うのはだからだよね。だって枝の末端にいるんだから、うん、全部が枝の末端にいるんだから、うん、形が同じわけないじゃないですか、うん、だってそうたまたまこの形でいるんだから、うんうん、それがその人の才能かもしれないし、うん、その昆虫だったら今その昆虫の形が一番今生きるにいい形だったみたいな感じじゃないですか、うんうん、そうですね、うんうん、そうっていうことは絶対同じなわけない、うん、あのみんな違うのが当たり前、うんうん、ただたまたま今それがこの世界に適応した形なだけだよねみたいな、うん、あめちゃくちゃ深い話ですねこれはうん、そっか。なんかこう絵を描くと本当いろんなことを感じるというか、うん、その、うんうん、さっきのヨッシーの話も描いたからこうああそうかって感じるなってすごく今思ったので、なんかね、うんうん、本当にたくさんの人にマイヒーロー、ヒロインをこう、まあ、表現するっていうのをちょっとやってみてもらえると嬉しいなってすごい思うんですけど。うん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 、うん、書いてみて、とりあえず書いてみてもらいたいですね。なんかどんなのができるかわかんないけど、うん、本当にね、みんなそれぞれ違う絵ができると思うので、うん、でそれを集めてまた一つの絵というか、うん、一つのものにするっていうのもすっごい楽しみだなと思っているので、うん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 、めちゃめちゃ楽しみだし、違うことが当たり前な感じがしますよね。うん、そうそうそう、うんうん、全然寄せる必要はないし、うん、なんかね、なんか憧れを移さなくてもいいし、うん、そうそうそう、なんか、うん、ここに固執しなくても本当湧いてきたものを描いてほしいなってすごく思います、うん、そう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 、うん、なんか全然社会的な評価とか関係なく、うんうん、あの自分のなんかこう描きたいものを描きたいままに描いてなんか出してくれると一番いいんじゃないかなって思ったりするし、うんうん、なんかその方がなんか面白いですよね。面白いよね、ほ、うんと、あの黙々と学会でみんな書いてるのってあのそんな感じじゃないですか。うんうんうん、出来上がったものがほんとみんな素敵で、それぞれで、うんうん、なんか違うっていいなってすごい思いました。違うっていいなって、ね、もう、うん、違うっていいなって、違うっていいなってなんか言い合えるといいですね。うん、うん、違うっていいなって、うん、だからなんか逆になんか僕らの想像を超えてくるような、うん、想像しないようなものもいいんだろうなって思うんで、うん、うん、だからその人は描きたいように描いてもらうのが一番いいのかなとか、うん、うん、思ったりもしますよね。そうですね、ほんと、うん、うん、なんかこれでいいのかなーっていうよりはもうなんかやりきってほしいなと思いますね。確かにそうそう、これでいいのかなーっていうのは、うん、これでいいんだぐらいの感じで、うんうん、もう存分やってくださいみたいな、うんうん、なんか、はみ出しちゃいました、みたいな。うん、うん。うん。もう、一枚じゃなくても全然 OK みたいな。全然 OK なんで。うん。本当に。そうそう。たくさん、募集お待ちしておりますので、うん、また募集の要項とかは、ちょっとこのコメントかどっかにまた、はい、貼っておくので。うん。よしは今あの写真のをやってるんですよね。写真のワークショップやってます。ね、うん、うん。どんな風に写真の。ああ。うんうん。
あ、どんな風にですか？風に、はいはい。なんか、何？その辺から材料を持ってきたりとかしてやってるんですか？なんか自分で見つけてきたりとか？2パターンあって、うん、さっき言われたように、その、自分が、まあ、青写真っていうのは、なんかこういう、青く映るような、ね、あの、写真のことを青写真って言うんですけど、うんうん、で、これは、なんかあの、まあ、普通にカメラで撮った写真、うん、スマホで撮った写真を写すこともできるんですよ。うんうん、でこの前大阪でやってきたやつは、うん、そのスマホで撮りに行って10分間であなたのこう心になんかこう来るもの、うん、あの感動したりとか、うん、なんかいいなと思ったりとか、うん、あの驚きがあったりとか、うん、なんか逆に悲しみでもいいし、うんうん、その心のことせんに触れたら写真撮ってきてそれを写しましょうみたいなことをやったんですよ、うんうんだからスマホで撮ることもできるし、あともう一個は自然の中で葉っぱとか木とか何でもいい、うんうんうん、その石でもいいし、あの草でもいい、それをも実際に積んできて、うん、それを薬品を塗った紙の上に置いて日光を当てると青写真ができますよっていうこの2パターンを結構やってて、うん、そう。でもどっちも共通してるのはその自分の心のこと線に、うん、あの自分が動きながら、うん、その何かとの出会うなんかそれ出会ってしまったっていうようななんか感動があるじゃないですか、うんうん、そうですね、うんうん、だからその出会ってしまったっていう感動とかっていう心の動きを、まあ、持ってくるのか写真に落とすのかなんですけど、うんうんうん、それを撮ってそれを最初なんでかわからない、うん、それがなんで私の心に反応したんだろうってわからないんだけど、うんうん、でもその写真にしていく時間っていうのはやっぱりあって、薬品を塗る時間もそうだし、はいはい、何かをこう印刷してる太陽に当ててる時間、うんうんうん、多分15分とか当ててると、うん、15分暇なわけですよ、うんそうでも暇がなんかそのなんか受動的な暇じゃなくてこうあ何もすることないなじゃなくて結構能動的なんですよね、うんうん、っていうのはなんかこうあえて僕らが暇を作ってるんだからその写真を作るっていう時間の中 で、うん、で能動的なんでその時になんか考えてるんですよなんで私これ置いたんだろうとか写真撮ったんだろうとかうん、うんもしかしたら誰かに聞かれるかもしれない、うん、なんでこれ載せてるのとか、うんうん、なんでこの写真を撮ったのとか、うん、でその時にふと考えてるんですよ自然と体が、うんうん、でそれは単なる頭だけの考えるじゃなくてそれまで自分が動いて何かを持ってきたり、うん、撮ったりしてるっていうあの体を使って身体的なものをあるんですごくなんか考えが深くいくというか、うん、うん、なんで好きだったのかなとか、うんうん、うん、なんで撮っちゃったんだろうかなとか、うん、うん、それがなんか次第に写真っていうものができていく過程の中で理解していって、でそれを喋ることで、なんかこういうことが良かったんだよねとか、うん、逆に最近こういうことが悩んでるからそれが写真に出てるのかもしれないねとか。そういう中で理解していって写真っていうものができてで自分だけのその写真っていうオリジナルのものができてみたいなだからそこにも物語があるじゃないですか自分のこと線が動いてる時点で、うんうん、だからそれを通して作品を作るだけじゃなくてそういった面とも向き合いながらなんかその無駄に見えるような非効率な行動とか、その、非効率がめちゃめちゃ効率的なんですよね。うん。うん、そういうことを楽しんで、うん、そういう時間っていうものが結構、ね、効率でやってたら切り詰めなきゃいけないとか、うん。うん。そんな時代だからこそなんかやってみると、う
すごい発見があったり、うん、うん、なんか、なんだろうな、その出会ってしまうっていう感動をもう一回発見できるというか、うん、うん、それがなんか、日常につながっていく感じが、心地よいな、うんうん。なるほどね。なんか、いいですよね、その、なんだろう、絵を描いたりとか、まあ、そういう何かを作ったりすることって、本当に体験になるじゃないですか。うん、本当、体験ができるなって思うんですよね。なんか、うんうん、絵にとってすごく今必要としているものが体験できるなっていうのは、すごく絵を描いた時に私も思ったので、うん、本当、同じ感ですね、うん、それもね。めちゃめちゃ、うん。うん、まあ、なんか、うん、考えるよりなんか感じた方がいいですよね。うん、そうですね。やってみて。うんうんうん、ついついこう私とかもつい考えちゃうので、うん、なんか書いてる時って、その、あの、考える脳が働かなくなるっていうか、なんていうんだろう。うんうん、なんか左脳が、なんか働かなくなる。感じ。あ、考えて考えてこうしてこうしてって考えてるのが、うん、もう何もなくただ手を動かしてるみたいなのがあって、それもすごくあの体験として私は貴重だなっていうふうに思いました。やってみて本当に、うん、でもなんかやってる時って一種なんか瞑想状態みたいな感じになりますよね。そうですね、うん、もう夢中になってからね、夢中になって、うん、うん、書いてて、うん、没頭してみたいな、うん、うん、あの感覚がいいと思うんですよね、うんうん、普段はなかなかやっぱり体験が難しいので、なんかそういうので体験するっていうのもいいですよね、うん、そういうので、ね、うんうんうん、そんな感じがしますね、はい。今日はあのインスタライブに来ていただいてありがとうございました。あ、いい、全然全然。なんか他にこれ話したい、話してないとかありますか？これ話してないですか？うん、なんか山迫さん、なんかでもこのインスタライブでなんか続けるのが苦手って言ってたじゃないですか。続けるのが超絶苦手なんですよ、もうね、ついあのそう、つい楽な方見ちゃう。でもあんまりそんなイメージなかったですけどね。皆さんにそう言われます。はい、続けるのが苦手なように見えないとか、あのコツコツやってそうなのにもうダメなんですよ、うん、いろんなところにこう楽しそうって思ったところについ行っちゃって、へえ、やっね、続かないんですよね。インスタライブ続いてるやんって、あの宮田さんが言ってますよ。すごい頑張って続けてます。姉様ありがとう。そうなんです。続けてます。へえ、じゃあなんか続けることが得意なんだって言った方がいいんじゃないですか。そうですね。じゃあ続けることが得意です。一緒こ。得意です。宣言しておきます、うん、もうなんか他の人より多分続けてるからインスタライブ、うん、そうですね、そうですね。そんなインスタライブ続けてやってる人も言いたくなるんだけど、そう、そういうのもやめようと思ったので、そのままをありがとうございます、そのままを受け取ります。ね、もうだ全然やってる人少ないし、うん。すごい、すごいんじゃないですか。うん。あ、続けられるようになりました。はい。続けられるようになりました。これは大きな変化です。姉様ありがとう。続けられる。続ける、なんですか。続けることの、もうスペシャリストですね。スペシャリストに、はい、なりました。てか、まあ、3日ぐらい、3日超えたらもう、いや、もう OK? うん、もう、OK、3日坊主超えたから。あ、そうですか。3日坊主は超えたかな、おかげさまで、はい。
へえ、でも、手を借りてですね、はい、頑張りました。へえ、続けてみてどうですか？続けてみて、そうですね、なんかちゃんとやらなきゃとか、なんか意味ある内容のこと喋らなきゃみたいな感じも最初あって、はい、本当にできればやりたくないみたいなのがすごいあったんですけど、はい、あと何のためにやったんだろうなみたいなのもあったりとか、ね、意味を見つけ出したくなっちゃったりとかですね。はいはいはい。まあ、その軸をまあ自分で決めつつ、やってみて、あ、結構もうその時思ったものをちょっと喋るだけでもいいか、みたいな。誰かに何かしら、刺さるかもしれないし、刺さらないかもしれないし、届くかもしれないし、届かないかもしれない。それでも、まあ、いいかと思って。確かに。確かに。でもなんか、誰かに刺さることって結局自分に刺さったことですよね。そうですね。うん、そうそう。なんか最近刺さったこととかあるんですか？最近刺さったこと。最近刺さったことは、めちゃめちゃ主観で判断してしまうな、みたいな。自分が的っていうのは、あんまりこう、いや、そんなことはないだろうとかって思いたかったんですけど、でも、やっぱ一回自分の姿を認めた方が、めちゃくちゃこう、いいなっていうのを感じました。偽らない。偽らない。ありのまま受け止める。主観が結構。自分の感覚でこれはいいとか悪いとかも、今の感覚で思っちゃうから、はいはい、なんかその時間が過去から流れてるよねっていうのを何回も言われてたんですけど、ああ、未来からですか？ああ、私がね、私が過去から、うんうん、未来から流れてるのに、うん、私は過去から流れてるよねって言われたときに、うん、どこの変化がよくわからんみたいな、分かってるような分かってないような、なんか、表面的には分かってるけどなんか自覚がないみたいな感覚があって、はい、でも本当自分の主観で見てるなっていうのがそうすごい感じたんですよね、へえ、この感情を、うん、感情をどうこう、うん、切り離すかっていうのが、結構な課題だなっていうのはすごい感じてます。感情でジャッジしちゃうみたいなことがあるってことですか？そうです、うん、ああ、飲んだりとかね、失敗だとか。はいはいはい。全然そんなことないってこう考えながらも、なんかそう思ってるんだなっていうのをなんかちょっと認めたくなかったんですよね、多分。でもなんか認めちゃったらすごい楽になった感もありますね。なあ、そういうのが最近の、時事ネタなんですね。そう。でも確かにさっきの絵と似てますね。うん。あ、似てます？だって、どこが？なんて。最初にジャッジが入ってるから、うん、絵が描けないじゃないですか。そうそう、描けないんですよ。うん。だって、絵がスラスラ描ける人は、そもそもジャッジが入ってないから、うん、そうですね、ほんとそうですね、そうそう、別にジャッジしね、自分がいいと思ってればいいし、
そんな評価とか、評価とか関係ないから、もうね、評価の世界で生きてたからね、ずっと。でもなんか、評価を作る側に回った方がいいんじゃないですかね。作る。評価は自分でいかようにも変えれるから。あ、自分で作っていく。評価基準を全部自分で作ったらいいじゃないですか。まさにその通りですね。何度も言って学っていることを、はい。ここでも。でも、それって、あれですね、絵を通し、描くことを通しても体験できるっていうのが。体験できるし、例えば自分で描いたものを見せれないとか、なんか、こんなものじゃ社会に出しても意味を全く持たないだろうとか、誰の役にも立たないだろうとか、先に考えて何もしないみたいなことって、多分たくさんあるじゃないですか。なんか、やって1、2ヶ月そこらが展示しても何も起こらないだろうとか、思ったりとかするけど、でも案外やってみると気づくことたくさんあったりとか、そう。だって1年後に展示ありますっていう人と、1ヶ月後に展示ありますっていう人で、その1ヶ月の濃厚さって絶対違うじゃないですか。絶対違うと思います。そう、多分12回展示した人と1年に1回展示した人だったら、あの12回展示した人の方が絶対、あのその人はすごい深い1年を送ったと思うんですよ。そうですね、確かにそうですね、めっちゃあの歌の先生にも言われる。あ、そうなんですか。同じこと言われてる。そう、だからとりあえずなんかやりたいなって思ったことはやった方がいいし、なんか展示したいなと思ったらすぐ展示を企画した方がいいしとか、なんかそっからの方がなんかいいかなって、それで動けるんだったら特にジャッジをしてないってことなんだと思うんですよね。ね、そうですね。あ、そうか、動けないのはジャッジしてるからかも。そうそう、動けないのはジャッジしてて、自分の中のジャッジがあって、そのジャッジっていうブレーキを使って動かないことを選択してるし、動かないことの方がメリットがあるって思ってるし。そうですね、だから結果的にはでも自分を守りたいんで、やっぱ自分が可愛いじゃないですか、自分って一番。なんか、だからみんなそうだけど、みたいな感じだと思うんですよね。なんか、めちゃくちゃ深い話をですね。いえ、全然、そんな、そう、そんなことが多分、何しててもあるんだろうな、みたいな。そうですね、はい。なんか、ぜひたくさんの人に絵を、私も描きますけど、絵を描いてみてほしいです。そして、送ってほしいです。11月24日に仙台の方で展示をしますので。いや、送ってみて。見てほしいですね。各家庭でいろんなことに気づけると思うんですよね、本当に。気づけるし、別に1枚じゃなくてもいいから、何枚。これちょっと違うと思う、1枚でも。僕もなんか何枚でも送りたいし。そう、AI 使ってもいいし、ね。使ってもいいし、なんかそれに書いてもいいし。折り紙貼ってもいいし、折り紙貼ってもいいですよね。なんかどんなことやっても多分すごく面白いだろうなって思うな。なんかちょっとこれ面白いかなみたいな、自分で考えてどんどんねやってもらって、だってその多分絵を1枚選択しなきゃいけないって思ってることは、未来
来は一個のこの目標に進まなきゃいけないって思ってることと近いなと思ってて、うん、そうじゃなくてヒーローヒロインって無限にいていいんで、うんうん、あの、その自分の無限の可能性を信じるってことは、その無限に出てくると思うんですよ、うんうん、そのヒーローヒロインって、うん、そうですね、自分の中で、うん、だからその無限の中の一個におそらくなるであろう、もしかしたら全部集約するかもしれない、この自分の100年ぐらい生きる人生の中で、うんうん、ただその点が一個のヒーローだったっていう、ただそれだけで全部回収していくかもしれないから、うん、多分たくさん書いていいんじゃないかなって僕はもう思うんですよね。一個の観測点がこのイベントだとしたら、うんうん、長い間に多分たくさんの観測点があって、うんうん、気づいたらそうなってたぐらいが一番いいんじゃないかなって思ったりするかな、うんうん、そうですね、うん、なんかそんな感じになるとハッピーじゃ、ハッピーなんじゃないかなと思ってですね、それうん、そうですね、気づいたらなってたみたいな、いいですね、なってたみたいな、うんうん、もうなっちゃってたみたいな感じに、はい、なるといいな。そう、黙々会で初めて丸が書けたっていう方もいたんですよね、うん、めちゃくちゃ感動しました、うん、ね、立ち会えたこともすごく感動だし、うん、また黙々会もやりたいですよね。黙々会、なんかそうですね、何時の何曜日何時やってますみたいな、あの自由に入ってくださいみたいなね、自由に入ってくださいみたいな感じで入ってくれるといいですね、うん、うんうん、そうなんだ、めちゃくちゃ感動したそうなんだ、めっちゃ嬉しいですね。ああのそういう場合だったことももう感動、うんうんうん、うん、いい時間だったんだろうな。もくもく会ちょっと本当続けてみようと思いますので、また案内とかもしようと思います。もう誰でも参加してもらっていいので、本当に自由に書いてもらっていいし、うんうん、なんかちょっと、うん、なんかあればつぶやいてもらってもね、うんうん、な自由な場なので、うん、また案内の方をしようと思います、はい、お願いします。じゃあそろそろ、はい、今日はヨッシーありがとうございました。いえいえいえ、全然全然、飛び込みありがとうございますまたちょっとあのいろんな人を呼んでみようかなってちょっとすごい思いました。いいんじゃないですか、一人一日交代で誰か呼ぶとか、ね、なんか、まあ、うん、そんなことを自分では全然考えてなかったんですけど、うん、声をかけていただいて、今日は2人で、うん、の方させていただきました。聞いていただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではこれで終わろうと思います。よし、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。